午前3時を過ぎた頃から風がどんどん強くなっていって、木々や電柱を揺らしています。九州北部を襲った台風11号、明け方から朝にかけて暴風が吹き荒れ、最大瞬間風速30メートルを超えるところも。この台風の影響で福岡県と佐賀県では1人が死亡、3人が怪我をしました。夜が明けるとともに、さらに被害も明らかに。いや、唖然としましたね。4時半ごろ、木が裂けるような音、バリバリバリっていう音がして。釜石では牧場の牛舎が風に吹き飛ばされ全壊。怪我人はなく、出荷後で牛の被害もありませんが、牛舎の修理に500万円から600万円ほどかかるということです。あちらの柱にあったと思われる看板が下に落っこちてしまいました。街中でも被害が相次ぎ、北九州市戸畑区では整骨院の看板が歩道に落下しました。さらに県内で最も強い最大瞬間風速を記録した福岡市中央区では、複数の場所で倒木が確認されました。いずれも怪我人はいません。また JR 鹿児島線や西鉄天神大牟田線、福岡市地下鉄、西鉄バスなど多くの公共交通機関で始発から運転を見合わせ、大きな影響が出ました。